こんにちは、神原さとみです。今日のアーティストボックスはザ・イエローモンキーを特集してお送りしました。さあ、3分間話し方プチレッスンいきます。今日のテーマは間を入れて相手を話に引きつけよう、これです。間、大事だよとよく言われますよね。でもどうやって具体的に間を入れたらいいのか分かりませんというね、お悩みもよく伺うんです。今日すっきり解決しますね。いろいろ間の入れ方、取り方はあるんですが、基本としては強調したい言葉の前後に間を入れる、これなんですね。結構シンプルなんです。例えばこの青いインクのボールペン、強調したいなと思ったらこの青いインクのボールペンの前後に間を入れるという感じですね。じゃあ実際に文章でやってみましょうか。まず間を入れない状態の話をします。いきますよ。お腹が空いていると仕事に集中できないという女性が多いですが、男性はお腹が空いている方が仕事に集中できるという研究結果があるんです。はい、これ結構さーっとね過ぎ去っていったようなイメージあったんじゃないかと思いますが、これに間を入れますよ。いきます。お腹が空いていると仕事に集中できないっていう女性いますよね。男性の場合、お腹が空いていた方が仕事に集中できるっていう研究結果があるんです。はい、いかがでしょうかね。間を入れた2回目の方が、え、意外な話だなっていうふうにちょっと興味湧きましたよね。この差なんですね。で、これが普段すぐにこうあまり頭で考えずに間を取ることができるようになれば OK なんです。いわゆる無意識有能の世界ですね。スポーツ選手よく何も考えずに体が反応すると言いますが、その境地になるために一生懸命練習することはやっぱり大事です。練習の仕方です。あなたが言いたい話の内容をまず書き出してください。そしてその中でどこを強調したいのか丸をつける。で、その前後に間というふうにちゃんと書いてくださいね。間でもいいですし、間ってひらがなでもいいし、書く。で、その通りに紙を見ながら間を入れて話す。これをずっと繰り返すんです。で、なんとなく感覚がつかめてきたなって思ったら立派な成果です。まずそれをやってみてください。